シンディュアリティ科学講座。クラウディアさん。ん？んじゃないですよ、その袋。あ、これ？ありがとう。どういたしまして。じゃなくて。いいじゃない、お礼に今日は特別授業しちゃうから。大人の授業ですか？そういうのをお望み？彼方がそういうのを望んでいるので。望んでない。じゃあ今日はエンダーズについてね。え、する？エンダーズ、奴らは新月の涙があった後に突如地上に現れ始めた異形の存在よ。見た目や動きもいろいろあるわね。どうしてエンダーズは人を襲いますか？どうしてだと思う？え、何か理由が？物事には全て理由があるものなのよ。ノワールはどう思う？まるでわかりません。正解。え、実はわからないのよね。今全て理由があるって。エンダーズはまだまだ謎に包まれているわ。する。ただわかっていることは、湖や沼、そして気体中のブルーシストから発生するのではないかということ。だから雨が降るということは危ないということなのですね。そう。そして何よりこの栄養結晶の周りに出現するということ。エンダーズもエネルギーを欲している。そうかもね。だから私たちはコフィンを使って戦うの。メイガスと一緒にね。一緒に。そう。だからノワチンもカナ君ともっと仲良くしないとダメなんだよ。うわ、フラム。カナ君、もっとノワールとくっついて、くっついて。くっつけばいいですか？一緒ってそういう意味じゃ。クーチンの胸にドキドキしていたんだって。うわー、ボインボイン。ノワール、その言葉気に入りすぎ。他にもなんか。待って、フラム待って。クラウディアさん、笑って見てないでフラムを止めてくださいよ。